あらっしゃい、風です。どうも皆さん、こんにちは、風です。今日はね、フラミンコを見に行きたいと思います。俺今フラミンコっつった？しょっぱなからくじいてしまったんですね。はい、ちょっとしょっぱなからね、くじいちゃったんですけど、フラメンゴですね。フラメンコですね。あ、フラメンゴですね。はい、を見に行きたいと思います。そんでですね、今ね、フラメンゴ、フラメンコ、フラメンコのね、近くにね、来たんですけど、まだね、時間があるということでですね、その近くにあったサンニコラス広場っていうところに来てます。でですね、前にね、動画上げたと思うよ、夜の夜景のところで。ここはね、その同じ場所なんですよね。で、ただしですね、その日ね、なんか俺もうすっごい疲れてて、一生歩き回ってたからね。だから今日は全く疲れてない元気な状況でね、ここに来たんで、フラメンコをね、見る前に、皆さんに夕日に照らされるアルハンブラ宮殿を見せたいと思います。ちょっとめっちゃ人いるけどね。ナイス。はい、後ろでタバコ吸ってるアジア人が友達です。韓国の方やね。やば、えぐい人。いきます、こちらです。わあ、はい、マジ綺麗よね。ただね、めっちゃ綺麗なんだけどね、ちょっとね、人がいすぎるわ、ちょっとだけ。うん。で、みんなにね、俺がね、ちょっとだけ驚いたことなんだけど、スペインでは、まあ、場所によって、湧き出てる噴水みたいな水が飲めるんよね。ちょうどそこがあるから、みんなに見せたいと思います。はい、空のペットボトルです。はい、ここですね。アグアポタブレ。はい、ということでね、ここね、水がね、飲めるらしいんですよ。だから飲んで、ね、驚きじゃないですか、この水が飲めるの。ですね、飲めるとはいえど、やっぱ汚いかもしれないやん、まずいかもしれないやん。だからね、俺がみんなのためにね、試飲したいと思います。はい、それではいただきます。スペインの湧き出てる水、あ、色こんな感じね。めっちゃ透明やで、いけるね。普通やね。うん、味も冷たさもまあ普通ですね。めっちゃ冷たいわけでもないし、ぬるくもないし、はい、まあそういう感じで、こういうね、何もうまくもないけど冷たくもない水がこのサンニコラスではですね、飲めるんでね、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。はい、まあ来なくてもいいけどね。えぐかったね、やばかった。
お疲れ様です、どうだったでしょうか。フラメンコね、俺ね全く正直言うとねあんま興味なかったよね。でも興味なかったんだけど、スペイン来ていろんな人と出会ってフラメンコはマジすごいよみたいな、めちゃくちゃいろんな人が言ってて、 DM とかでね見ながらねコメントでスペインのフラメンコは本当にすごいんで見てみてくださいとかね、そういうコメントをもらってフラメンコがすげえものだと思って行ってみたよね。まあ正直ね全く予想してなかったんよ、どんな感じなのかなみたいな、全くわからんくて。でもまあとりあえずせっかくねスペインにいるし他の文化ということで見てみようかなと思って見に行ったんですけど、マジやばかった。なんて言うんだろうな、言うてしまえばね俺素人だから言っちゃうけど、あのもうただの踊りなんよ。その踊りがすごいっていうのはまあ確かにあるんだけど、なんかね踊っていることよりもその踊ってる人たちの表情とか目には見えない迫力、そういうのがもうバンバン伝わってきてガチエグかった。ダンスもやったことないマジ素人だけど、フラメンコへかける熱意みたいな思いみたいなのがもうめちゃくちゃあってね、エグかったわガチで。あっちの事情でね最後の2分間だけこうやったら写真とか動画撮っていいですよって言われたから、最後の2分だけをねみんなに見せたんやけど、あのショー時代は1時間ぐらいあったんだけど、あっという間だった。マジあっという間、本当にかっこいいね。女性の強さみたいなのを見たし、男性の力強さみたいなのを見た。フラメンコってマジ力強さっていうものをねなんか表すようなダンスなのかなって、いやマジで思った。俺みたいにもともとそういうフラメンコとかダンスとかあんま興味なくてもぜひ
一回見てみてほしい、本場のフラメンコ。俺はフラメンコとは全く関係ないことをずっとしてきてるけど、その一つのものに対する熱意みたいなのがねマジ伝わってきてね、マジテンション上がった、超かっこよかった。本場のそのフラメンコを見る前に、まあ、街中でねフラメンコを踊っている一般人の方々がいて、それも俺見たんだけど、だからねそこは力強さとかじゃないよね、まあ、みんな一般人だから、まあそれなりの、みんなのねフラメンコを披露するみたいな、あれに映ったのみんな一般人ってエグくない？日本だったらみんなしないよね、俺もしないもんダンス。でもギターと力強い歌声と、人間の体さえあれば海外だったらねあんなに盛り上がるなんてね、いやマジ思わなかった、ガチかっこよかった。ああいうノリっていうのがね結構いいなって思う、海外は。はい、ということでですね、別にフラメンコとかだけじゃなくてもね、今回の動画でね海外の人のノリだとかね、そういうものがねみんなに伝わったらいいかなと思います。でもちろんねフラメンコというものがどれだけかっこいいものなのか、みんなに伝わったらね、嬉しいなと思います。俺も今回は見れてよかったです。はい、ということでですね、フラメンコを見た動画と今の俺の服装から分かる通り、このエンディングねちょっと後撮りになってるんよ。実は地元の人たち、ローカルの人たちがみんなで集まってフラメンコを勝手に踊ってるみたいなあのシーンと、本場のスペインのフラメンコを踊ってるあのシーンっていうのは実は別々の場所なんよね。はい、何があったかというとですね、前半戦、まあ、オープニングの方でローカルのフラメンコをみんなが踊ってるのを見た後に本場のフラメンコ見てみようってなったんだけど、実はローカルなフラメンコを見てさらに夜景が綺麗だったでしょ、その夜景に見とれてたら、フラメンコの最後の開演時間を過ぎていたよね。はい、そしてですね、それを過ぎてしまったがためにスペインのグラナダが超本場の場所なんだけど、ちょっとねそこで見ることができなくて、まあちょっとね言っちゃったらスペインが本場っていうことよね。ということでスペインで見たかったから、スペインのバルセロナでフラメンコを見ました。それが実際にガチな人たちが踊ってるとこ。はい、ということでですね、でそっからね、まあ俺の服装とか見て分かってもらえると思うんですけども、今回の動画ですね、最初の方にスペイングラナダという場所で、動画を撮って、中盤戦にスペインバルセロナというところで動画を撮って、そしてこのエンディング、ただいま僕ドイツにいるんよね。